ご視聴ありがとうございます。リラケアの花澤です。今回はおかげさまでチャンネル登録者様が1万人を突破いたしました。ありがとうございます。それを記念してというわけではないんですが、幸せ馬協会のご縁で、私と下川さん、ガチガチ専門の下川大志さんと、リタジネン、ツボシアーツの水谷平さんと、その3人でですね、YouTube の、活用法であるとか始め方ですとか、そういったYouTube 初級講座を開くことになっておりますので、その告知動画として今撮っております。今日ちょっとこういろいろこう離れなきゃダメか。はい、書きました。仮のタイトルなんですけれども、リラクヤ花澤&リタジネン水谷&ガチ戦下川 YouTube 初級講座というような、一応そのイベント名というか書きましたけれども、こんな感じのことになってます。それで日時は2016年5月11日水曜日午後6時から8時までを予定しております。そして会場は練馬区役所の1902会議室です。そして定員は60名まで、費用は1人5000円になっています。当日手渡しです、その日に会場でお渡しいただければ OK です。それからフォームを、申し込みフォームを作りました、読み上げます。フォームは http://form.os7.biz/f/fbq9 ですね、数字の9、C で6、6ですね、で DC9 ですね、でスラッシュ。オレンジフォームという無料フォームなので、メールを送ると広告入ります。そんな変な広告じゃないんですけど、広告が入ってるので、もしかしたら迷惑メールとかに入ってしまうかもしれないので、迷惑メールに入りにくいようなメールで、迷惑メールも見るようにしてください。なんか送ったけど、その受け付けましたっていうメールが来ないっていうことがあったりとか、何か疑問点があったりしましたら、私の方まで、メールでご連絡ください。こちらのコメント欄を使っていただいても大丈夫です。 Twitter とか Facebook とかもやってますので、そちらの方から連絡くださっても大丈夫です。練馬区役所っていうのが、幸せ馬協会の初級講座を一部でやるんですね。でその2部の余った方のお時間を私たちに振っていただいたっていう形なので、それだけででもいいですし、幸せ馬に興味のある方はそちらから一部から出ていただいても、いただくことももちろんできるような形になってます。こちらのホームでですね、申し込みいただいた方の、記入欄で、ご希望とかご質問とかございましたらどうぞみたいな項目がありまして、なのでそちらの方で、
こういうことを聞いてみたいとか、こういうことに興味があるとか、そういったご質問ご要望などがございましたら、気軽に書いといてください。こう全体的に目を通した上で、それらを反映して、お話しさせていただくというふうになりますので、ぜひ、気兼ねなく、初歩的なことでもいいですし、ちょっとこう突っ込んだところでも大丈夫ですので、お気軽に、お声をお寄せください。で、こちらはどなたでも参加可能です。ご都合が合えば、どなたでも年齢、性別、職業一切問いませんので、お誘い合わせの上ぜひご参加ください。シアセルマ協会のが一部にあるっていうのはありますけれども、全く別個で、こちら開催しますので、特にシアセルマに興味がない方とか、マッサージということじゃなくてもできます。セラピストじゃない方ももちろん、こちらで集まる3人、下川さんと、私と平さんっていうのは一応セラピストっていう形になるんですけれども、下川さんも平さんも会社経営っていう形になってるんですね。なので単にセラピストっていうことではなくて、こうお仕事に生かしていきたいとか、自分のことをこう出すことによって、YouTube を見てくれた人が、例えばこう雇用の機会の時、雇用する時とか社員募集した時に、来てくれる人が YouTube を見てくれていて、でこう波長が合う人、こう考えが合う人が来てくれて、すごくこう長く続くと、いうことをおっしゃってたんですけれども、YouTube をやるとやはりこうそういうすごい出会いにつながってくるっていうのがあるんですね。この人面白いなとか素敵だなとか、いいなと思って来てくださるっていうことになりまして、お客さんに来てもらいたいとか知ってもらいたいっていうのにももちろんいいですし、何かこう集めたいっていう場合にも、こう広くこうして出すことで、こう最初からそのよく分かってくれた人が来てくれるとか、好意を持って来てくれるっていう形になりますので、こうお互いにすごくスムーズな滑り出しになります。そういったこともありますので、まあまたその YouTube 難しいんじゃないかなって思ってる人にも、そんなに難しくないっていうことがありますので、難しくないので、ぜひ気軽に始めていただきたいなと思うんですね。いろいろメリットがやっぱりすごくありますし、無料ただですし、なので単純にこうこの私たち、その下川さんとか平さんとかにこうが会ってみたいと思っていらっしゃる方なんかにも全然おすすめです。とりあえずは本当に軽い気持ちで大丈夫なので、楽しくお話できたらいいなと思ってますので、難しく固くならずに、お気軽にご参加ください。いろんな、メリットですとか、まあちょっとどんな風になる話がね、流れがあるかわからないですけれども、その場すぐにね使えるような、やりやすい方法だったりとか、ちょっとなんていうんですかね、いい情報をお伝えしたいなと思っております。ぜひお待ちしております。なおですね、5月11日水曜日は
下川さんの誕生日だそうです。なので下川さんにお礼、お祝い、お礼じゃないな、下川さんをお祝いしたいという方、下川さんファンの方はぜひお集まりください。ここが緑なのがちょっと気になった方もいるかもしれません。これはあのインクをつけてしまいました、誤って。あの何の狙いでもなく、病気とかではなく、単純になんかうっかりミスみたいな感じですね。いつもどこかが抜けております。よろしくお願いします。頑張ります。とりあえず今日はそういう感じですね。告知としてやらせていただきました。ありがとうございました。